はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルフィッシュです。では今回は信長の野望革新パープギット続きをプレイしていきたいと思います。で、今ですね、対武田戦を展開中なんですが、最前線岩村城に隣接する武田の拠点深志城に、まあ、おそらく13万ぐらいの軍勢が集結しつつあるというところで、ちょっとどうしようかなということで、前回の動画でねちょっと困ってたんですが、ちょっとコメントの方でもういっそ岩村城を破棄して、岐阜城で迎え撃ったらどうかというご提案をいただいたので、今回ちょっとその案に乗っかってみようかなというふうに思ってます。なのでまずは直轄に変えましょう。岐阜、岩村、この3つの城を直轄地として岐阜城を廃城にしていきます。で、そのための準備として輸送、まあ、誰でもいいんですが、確実に輸送で移動させたい人材がいるかというとそうもいないよね。まあ刑事ぐらいかな。兵力、軍馬、鉄砲、その全てを岐阜城へと移しましょう。で、岩村城を廃城にしますというところで、あとはこの岐阜城ですね、内政建設、防御施設を作っていきたいので、まずは取り壊しかな。鉄砲学者とかちょっと壊したくなかったけど、まあしょうがないよね。忍びの里、鉄砲学者、ちょっと待ってね、そもそもさ防御施設建てられないじゃんって話だよね。いやいや、もったいないことしたな。ちょっと関係ないことを やり始めてますけど、本来目的としてるのは町並みで武家町を建てて、そこに防御施設を築こうとしていたんですが、なんか流れ上鉄砲学者をなんか作り始めてる自分がいるんですが、一旦ごめんなさい、目をつぶってください。そうは言いつつどうするかだよね。町並みを一個新しく作る必要があるかな。非常に悩ましいな。あとまあ罠とか仕掛けとく？せっかくなんで。敵が通りそうなところに。で、あとは武将ももう全員移動だな。本来ちょっと目的としていたことと違うことをやりつつありますが、まあいいでしょう。岐阜に全員移動させて岐阜城で迎え撃つという策ですね。で、岐阜城はどうしようかな。まあ一旦置いておく。で、岩村城だよね。問題は岩村城はもう完全に廃城にしましょう。まあそっからですかね。では廃城にします。おそらく武田軍が攻め寄せてくると思うので、岐阜城に向け姉小路家が来たか。まあこれはむしろありがたいとすら言えるな。岐阜城の周りに農民兵が現れたと。まあ、この辺り問題ないでしょう。まずは騎馬隊を編成していく。統率の高い、いや武勇の高い刑事、まだ入ってないか、残念。
そしたら、騎馬適性の高い武将、この3人で騎馬隊を編成。え、ちょっと待って、18しかいないってのはどういうこと。今、いや合ってるね、ヨムラ城でしょ、出陣、自動編成、自動編成だと聞くな。ちょっとよくわからないことになってる。もう一度確認しましょう。狩猟、今は出陣で、騎馬隊を編成したいですと。騎馬隊がいないね、そういうことね。騎馬が18しかいないので話にならないですね。じゃあこれを農民兵にぶつけましょう。さあ、そしたら刑事無双を始めましょう。刑事無双、刑事無双よ、半端ないな前田刑事。もう何度もお話してると思うんですけど、僕も花の刑事の大ファンなんで、これはねもう本当嬉しいですよね。前田刑事6200の騎馬隊、突進先駆け、これで粉砕していこう。あわよくばもう捕獲もできちゃえば一番いいかなというところですね。敵部隊壊滅しました。で農民隊をぶっ殺したので、お任せください、決戦に移っていきましょう。逃しはしない。敵部隊壊滅しました。徳川家から要請の使者、どんな要請？岡崎城への援軍、まあこれは出してあげましょう。条件提示、金だけもらい受けます。敵部隊壊滅しました。そしたら刑事を派遣してあげよう。いやかなりヤバそうだな。かなりヤバそうなんで、ちょっとしっかり岡崎城の支援に当たった方が良さそう。これ武田軍が岩村城を破棄した織田家ではなく、なんと徳川を攻め始めてるというね、ちょっとそれはそれでどうなんだいという状態になってるんで、まず観音寺から武将を一部移動させよう、岐阜城へと。で誰を移動させるかなんですが、統率ある程度戦える武将が欲しいんで、東堂高虎、藤高、横山、この3人を派遣しよう。これを岐阜城へと出します。キヨスからも一応援軍出てるんで、まあ、なんとかねこれ撃破してあげたいところですね。武田君も岐阜城のちょっとあれだな、壊滅してるけど治安が微妙だな。とはいえ微妙だしな。鉄砲だけ調達しておきます。であとは外税契約は進んでるね。あとは貿易の状態も確認しとく。イスパニア、そうだな、まあ、焼き物だな、いっぱいあるからね。このまま焼き物を送りつけときゃいいだろう。さあ刑事の部隊だ。刑事の部隊を一度動かしておいてあげる必要がある。先久か、まあ先久はね、まあ、一説には本能寺の変黒幕説もある武将ですからね。まあ武将っていうか公家ですからね。か
金と兵糧がピンチだな。壊滅しました。さあ刑事の突撃の威力を見よという局面になるぞ。いやーさすが正影強いね。ただ刑事の突撃ならどうだ。何効かない。やるな。さあもう一発二発と打ち込みたいけど無理か。誰が討ち死に、誰が討ち死に。安藤守綱、これは金で解決しよう。ちょっと待ってね。遠藤が討ち死にか。まあ刑事が残ったならよしとしよう。いや強いな、さすがよ。見ている見ているよ。そしたらさらに出陣させていくしかないな。鉄砲隊勝ます。いや騎馬隊出したいな。騎馬隊岡崎城が落ちたか。ただこれ岡崎を奪還するまたとない好機だな。いやでもこれ家康配下が全部奪われたのか。ちょっときついな。タイムリープしましょう。ちょっとあのままやり過ごすのは無理だと思うのでタイムリープします。まあ何といってもね、優秀な徳川の家臣がさらに武田に加わるとなるともう、それこそ言ってみれば絶望しかないので、それは絶対に避けたいというところですね。じゃあまたさっきと同じことを繰り返すのでちょっと皆さん退屈されちゃうかもしれないんですが、ここは我慢してしっかりやることやりましょう。でさらに観音寺から武将ですね、一部を、特に戦える武将ね、統率の高い武将、横山、高虎、藤高、これを岐阜城に入れます。これさっきちょっとこれが遅れちゃったのがあったんで先にやっておきましょう。で観音寺だとよ、捕虜はいいとして、浪人誰かいる、使えるの、乗政とかいらないからな。統率の高い武将もまあこれといった武将はいないな。じゃあ現有戦力で耐えるしかないですね。いや本当にピンチはピンチなんで、おそらく同じ動きをしてくると思うので、できるだけ早く、家康への支援を入れていってあげる必要があるかなというところですね。地図では黒人衆、東海の黒人衆の味方を天海に依頼しておきましょう。姉小路にやってきた武将は、姉小路家、これ全く同じ流れですね。
全く同じ流れなんで、全く同じ流れで粉砕しよう。まずは出陣、まあ、一旦は鉄砲隊を外目に出しておいて、さらに、いや鉄砲隊じゃないな、今は鉄砲隊じゃないんだ、騎馬隊が欲しい。これで迎え撃ちます。で信勝の部隊も攻撃目標を切り替えましょう。さあ、妖精の使者が来たね。岡崎城への出兵、早速まず信勝、ここはね何が何でも支援をしてあげなきゃいけないので、兵糧を覚悟してでも軍を出しましょう。で信長も自ら出陣はできないか、五六に引き入らせて岡崎城の支援に入りましょう。であとは軍団で編成で一旦このままでいいかな。気になるのが金もそうだけど、兵糧をちょっと多めに大名に残しておいてもらいたい。これでいこう。あ、そうそう、外政で、指示で東海黒人州で、拠点攻撃で深市場に兵を出してもらえば、あそこでまた黒人州が戦ってくれれば削れるんで。お、水野勝成か、まあこれはやっといましょう。よし、目論見通りで来てるな。あとはまず勝頼を完全にぶち殺しましょう。さっきの信長とは違うのだ。武勇が上がるこの槍を買っておきます。勝頼を粉砕したい。この程度か。なあ、仁科か、仁科も強いからな。さあ鉄砲はさすがに効きますね。ここも鉄砲、追撃する。深市場の攻略はちょっと無理かな。ちょっと追撃は無理だね。大谷義次含めて一旦みんな帰らせましょう。まあみんな
ターンはね、その徳川家を守ることは、まあ、できたといえばできたわけなので、武田からの返還の使者、これは金を、正影ではないか。いや正影だ、処刑する。いやここは金で解決させてあげるか。で技術学者金銭が足りないか、しょうがないね。兵糧が危ないよね。それよりとりあえず売買で兵糧を買いましょう。あと手っ取り早くまた軍団方針で兵糧をかき集める。いや岡崎城の周りもうちょっとさ防御施設固めてほしいよな。さあ先ひさ自分どうしようか。金2万。まあいいだろう。どこに築城するかだよな。いやでもまた岩村城建ててもしょうがないからな。さあ武田からの使者行鷹か。これも一応金の上積みを図ろう。金に物を言わせる。そうすると契約結んでく。どんどん。あと協定地図。本庄寺、いやこの辺はいらないよな。機内の黒人衆ここも微妙だよね。まあただ毛利と先端を開、いやいらないな。無駄な出費は避けましょう。いやでも本当に岩村城を放棄するっていう思い切った策はちょっと僕のがめつい性格だと思いつかなかったんですが、すごく当たってますね。ここまで あとは家康がまた城を修復して迎え撃つ準備がね整ってくれればいいなとは思いますけど。岐阜城がだいぶでかくなったね。深島10万超えてるな。金が化け物みたいになってんな。
そうなるとだいぶ話は変わってくるぞ。この辺もね、大盤振る舞いできちゃうからね。さあ、岡崎城も回復してきてるね。うわ、でも武田がまた攻め寄せてるな。これどこ目標？岡崎城だ。また岡崎城を守ってあげなきゃいけないんだな。と同時に今回はちょっと岡崎城の防衛に兵を出してあげると同時に深地城の攻略もしましょうか。とはいえ矢倉が結構あってきついはきついよな。いや、つつじヶ崎館の方が攻めやすい。あるいは駿府高天神、高天神落とす1万2000しかいないんだったらねえっていうところもちょっと考えましょう。どう、これ多分ね、ずっとこの岡崎城の、防衛をするので武田軍と戦うのが手一杯になっちゃうと思うんで、まあ深市城の部隊を岡崎城に引きつけてる間に深市城を攻めるっていう案、あるいは、飛び越えてこの高天神、さらには駿府を狙うっていう案、ちょっとね、皆さんからまたご意見いただければ参考にしたいなと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。